龍が如く8、前回の続きからプレイしていきましょう。あ、本店がちゃんとあるんだ。ようこそアロハピーツアーゼ、ご旅行ですか？いや、旅行に行きたいわけじゃねえんだが、アロハピールームはここにもあるのか？実はハワイで使わせてもらってな、気分を変えたい時に便利だったから、もしもあるなら使わせてもらえねえかと。お客様、ハワイからのお帰りでしたか？ご愛顧ありがとうございます。もちろんご利用いただけます。あちらにご用意しておりますので、ご自由にお使いください。ありがとう。助かるぜ。解放された。生徒、ただいま当店では、ボトラリーキャンペーンを実施しておりまして、もしお時間がありましたらご参加ください。お題となった写真を撮って、当店でお見せいただいたら、豪華商品をプレゼントいたします。もちろん参加は無料です。ああ。さっきビラを配ってたスタッフが言ってたやつだな。なかなか面白そうだ。参加させてもらおう。ありがとうございます。お待ちしております。ほーい。ジョブの解放できるのあったらしようかな。ん？あれ？ここじゃないんだっけ？さて、あ、なんかどれにするか。すごい格好してる。ちょっと待って、アイドルが気になる。絆めっちゃ上げないといけないな。春日一番の知性が足りません。明らかに忍者なんだよな。忍者の方がいいな。旅行会、え、ああ、バッティングセンターね。旅行会社のチラシ見てるとどっか旅したくなりますね。わかる。なんだ、だから見ない。行きたい場所があるのか。ない、なくてもでかい滝とか。ナイアガラ、ああいう迫力あるの好きなんですよ。100メートルの滝とかすげえんだろうな。せっかくだし滝を見るついでに撃たれる修行でもしたらどうだ。100メートルクラスともなれば、ね、きっと煩悩も吹き飛ぶぜ。頭が吹き飛びそうなので遠慮しときます。よし。滝か、いいよね。外食するといつも同じメニュー頼んじゃうんですよ。わかる。冒険するよりも失敗したくないっていう気持ちが勝って。まあ気持ちはわかる。だが挑戦する気持ちを忘れちゃダメだぜ。でもさ、お金払って外れ選びたくないんだよな。俺もたまには新しいものを食おうと思ってな。シェフの気まぐれ創作料理っていう新しいメニューを頼んでみたんだ。うわ、怖え。さすが桐生さん。で、味はどうだったんです？震えるほどまずかったな。二度と食うことはないだろう。失敗してんじゃないですか。震えるほどまずいなんてことある？本当に外れて引いたことないっていうか、チェーン店ばっか行っちゃうんだよな。どっか旅行行ってもよくないんだろうな、そういうの。俺これ苦手なんだよな。よし、とりあえず初級でかっ飛ばせ。フン。よし、これあれか、初級はあれがないのか、変化球みたいな、うん、あるのかな。はっ、あったよ、クソ。よし、まあ、でも位置で大体わかるか。これは変化球じゃない。うん、あ、これ変化球だ。嘘だん。これこっちだ。はっ。オッケー。よし。はい。よし。バッティングセンターって全然行かないな。大昔テニスやってた時にテニスの。バッティングセンターじゃないけどさ、バッティングセンターに併設されたテニスのとこには行ったけど、野球やってなかったもんな。金属バットは持ってたんだけどさ。物騒な話に聞こえるな。よし、まあまあまあ、ぼちぼちじゃないですか。めっちゃ落ち込んでるけど。いや、お見事でした。めっちゃ上がる。
ナイスバッティング。体大丈夫ですか？ああ、平気だ。すっきりしたぜ。確かにいい気晴らしになる。ありがとな、ソンヒ。おかげで楽しかった。何を言ってるんだ？これだけで満足してもらっちゃ困るよ。まだまだこんなものじゃ済まさんぞ。ああ、それに桐生さん、なんだか顔色が良くなってるよ。なんでだろうな。不思議なもんですね。まあ血行がね、良くなるとね。さあ、次は何をしようか。そうだな。まあ、何かうまいもんでも食いながら考えるか。いいっすね。何食いたいですか？腹が膨れたらカラオケもいいな。道島の竜はなかなか歌を聴かせるって噂だ。どんな噂が？まあ話半分で聞いてるが。それはいつの話だ？しばらく本気の歌を誰かに聴かせた覚えはね。ハワイじゃ本気じゃなかったのか、キリュウさん。話半分かどうか、その耳で確かめてこんなノリノリなんだっけ？調子が出てきたね。どうかしたか？キリュウさん、エンディングノートって知ってます？エンディングノート？いや、初めて聞くな。後ろの顔めっちゃ怖いんですけど。お手軽な遺書って感じです。残された家族とか友人へのメッセージとか、後々面倒になる遺産周りのことを書いておいたり。それは遺書とどう違うんだ？同じに聞こえるぞ。遺書と違ってエンディングノートには法的な効力がないんです。だから本当に個人的なメモ書きみたいなもんで。なんだそれは。なら書く意味ないじゃないか。いや、お手軽だからいい面もあるんだよ。遺書にせよエンディングノートにせよ、そういうもんをしたためるってのは人生の終わりを強めに自覚してるからだと思うんです。まあそうだろうな。そういう心持ちの時に、自分がいなくなった後のことじゃなくて残りの時間をどう使うかを考えるのに、エンディングノートはおあつらえ向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ、心残りであったりとか、実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そんでそれを片っ端からどんどんやってみる。なるほど。心残りのチェックリストみたいなものとして活用するわけか。そういうこと。キリュウさん、ソンヒも言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うなら、それはキリュウさんの意思だ。俺はそれを尊重します。でもそこまでして果たしたい何かがあるなら、それに集中できる環境づくりも必要でしょ。ナンバ、バス線で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。キリュウさん、あんたは自分を押し殺してるだけで、本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えてやってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろ桐生さんをベストコンディションに持っていく最善の手だと思う。元看護師として請け負うよ。ああ、確かにいいかもな。エンディングノートか。一つやってみるか。え？言い出しっぺはお前なんだから、いろいろ面倒見てくれよ。ええ、それはもう。じゃあ早速始めましょうや。うん、桐生さんの話やっぱなんかしみにしちゃうな。今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね。結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱。いいですね、いいですね。
うまい酒を好きなだけ。あんまりおすすめはしたくないですけど。え？寿司銀で卵を腹いっぱい。卵好きだったんですか。このなりで卵ばっか食うのもな。いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ桐生さん、まさにそういうこと。まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか。そういうのめっちゃ読んどるな。やっていきましょう。どれどれ、他には若者に流行りのスイーツってやつを食べてみたい。おじいちゃんみたいな。孫悲がクソ笑とる。ありったけかけって言ったのはお前らだろう。あ、すいません。いや、あまりに予想外のが続いたもんで。いやー、すまない。笑い物にするつもりは毛頭ない。むしろ少しときめいてしまった。なんだよそれ。でもマジでいい感じですよ。いやー、これはやりがいがあるし、もうちょいみんなでワイワイやりたいもんだな。あ、なら欠かせないやつが一人いるな。ん？キリュウさん、これからキャバクラどうすか。ノートにはその辺書いてなかったっすけど、あんまお好きじゃ。バカ言え。これから書くところだったんだ。いや、決まりだ。もうその日お前もいいだろ。毎作品言ってんじゃないの。キャバクラ。女だっていい女は好きなんだ。もちろん付き合おう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。覚醒度、覚醒度。へえ。そろそろ行く。行かないか。これか。未練ミッション、人に話しかけるとかもあるんだ。なるほどね。缶拾いとかやりたいんだ。やりたいのか。本当か。ん？どれを見て言ってる？なんか光ってんね。街中には桐生が思い出を振り返るきっかけとなる追憶ポイントが多数存在します。強くポイントで過去の記憶を思い出すと、キリュウの覚醒度が上昇していきます。それは、あれかい。過去作をやってない俺にはネタバレになるのかい。いや、あの看板を見てたら妙に懐かしくてな。まあ、いかにもって感じのデザインですもんね。あそこも悪くないですけど、今日のところは俺のおすすめ行かせてください。絶対損はさせないんで。わかったよ。後ろも光ってたな。タクシーで神室町に行けるようになりました。あ、そうなの。行くと。あれ？さっき光ってなかった後ろ。昨日す。何がビシャーって言った？え、お前キリュウさん？キリュウさんそんなんできるんですか？あ、こいつすごっ、キリュウさん。ケイさん、普通できないっすよ、それ。なんか、キャバクラか。俺もいろいろな街を転々としてきたが、どの街のキャバクラも華やかなもんだ。若っ。うまい酒を飲みながらいい女と盛り上がれ、ハマるやつがいるのも無理はない。俺さ、知らねえやつと金払って話すのすごい嫌なんだけど、行ってみるとハマるもんなのかな。ホストクラブはでも行ってみたいんだよな。だがあの楽しい時間の裏には店のやつらの血の滲むような努力がある。妙な巡り合わせだが、俺も少しだけ経営側を手伝ったことがあるから、それはよくわかる。考えてたらあの空間が恋しくなってきた。そういえば難波たちに行ってまた付き合ってもらうか。酒はやらねえって約束でな。なんかフルーツ盛り合わせがあるんでしょ。それは知ってる。もしもし、ママ乙姫ランド。乙姫ランド。ソープか。今は閉まってるようだな。あ、そうか。あの一件知らないのか。ソープといえば、遥かと昔交わした会話を未だに思い出す。ソープって何だと聞かれて、どう答えればいいか分からず、随分慌てた。
はるかは俺を困らせようとわざと聞いたみたいだった。全く一本取られたぜ。はるかはハルトに同じことを聞かれたらなんて答えるんだろうな。懐かしいな。意外と俺と同じように慌てちまうのかもしれないな。へえ。いろいろな知りたいことがいっぱいあるんだよな。過去作やっぱ先にやっとくべきだったのかな。うまいもんでも食いてえな。あれっていうか、乗れる乗ってる。ハワイから持ってきたの。血祭りにあげてやるよ。楽しませてもらうよ。町のごろつきはシャンパン持ってる。はい、よし、出番が来たな。あとの大教習見さらせ。ごちそうだ。はい、残さずくらえ。よし、堂島の竜で20人撃破したわけじゃないんだけど。俺の番か。叩き潰す。はい、よし、もうちょっとだ。やる。はい、頑張りますか。はい、オッケー。な、銀だこ。なんか思い出あんの。ちょ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 、よっと。銀だこハイボール酒場、美味しいたこ焼きが食べられる人気店だ。タコといえば最初に浮かぶのは尾道での思い出だ。尾道行ったの。ジェジェジェ。へえ、確かひょんなことからいろいろありすぎだろう。素潜り漁を手伝うことになり、なんだかんだでサメやでかいタコと戦うことになったんだな。やりてえ。何作目だこれ。一作目じゃないよな、なんかグラフィック的に。あれに関しては今でも夢だったんじゃないかと思うことがある。懐かしいな。巻き込まれ体質ってやつもほどほどにしないとな。え、めっちゃやりたい。過去作全部買ってるんだけどさ、さすがにさ、エイトやってる最中にワンを進めるとか難しすぎてさ。焼きそばの香りがすると不意に夏祭りを思い出すな。わかる。なんかそんなめちゃくちゃ美味しいもんでもねえ。夏祭りじゃね。その日も焼きそば食べたい。まあ私もそんなに行くわけではないが、金魚すくいが得意だった。どの魚が油断しているか一目で分かるんだ。そいつの動きを見極めて最適レベルの動作で仕留める。何匹でも救うことができるぞ。金魚が欲しくなったら言ってくれ。世話大変だからな。虫除け系も使えないし。つけられたら金魚もお手上げだな。では金魚が必要になったら孫悲に出張ってもらおうとしよう。あんまないよね。でもここの日は断れない。ダンディーカレー。ただ店主が食事中に何度も何の追加を進めてきてな。こういうカレー屋ではよくあるよな。あ、そうなんだ。一度断ったら目に見えて肩を落としてしまった。わ、断れないなそれ。以来どうにも断りにくくて毎回つい頼んでしまう。案外お人よしなんだな。そりゃ腹も膨れるだろう。とはいえ多いものは多いからほぼ半巡期に渡している。かわいそうに。いつもはち切れそうな腹で店を後にしているよ。そのせいなのか、あいつはここに最近来たがれなくてな。そのせいだろ。そのせいだろ。いい感じだ。ずっと楽しい。絆が深まったぜ。はい、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。